お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらの吹き矢ミラーデッキやっていきたいと思います。というわけでですね、吹き矢がね、強化されたと思うんですけども、まあ、その強化された吹き矢をね、さらに強くしちゃおうということで、ミラーを使ってね、吹き矢を作って、レベル15の吹き矢でね、今日は暴れていきたいと思います。さあ皆さん、見たことありますか？レベル15の吹き矢ゴブリン。僕はね、あんまないですね。僕もないし、多分皆さんはあんまないと思うんですけど、まあ、間違いなく強いでしょっていうことなんですよね。よいしょ。だって14でも強いんだよ。だって、なんか、吹き矢って、まあ、言ったら枯渇ぐらいにしか入ってこないカードじゃないですか。いや、いい位置よ、吹き矢、これがまた。ね、枯渇ぐらいにしか入ってこなかったカードですけども、もう今じゃね、なんだ？その、たまにホグとか、あとはね、ペッカとか、迫撃だったり、なんかいろんなデッキにやっぱ入ってきちゃってますから、いろんなデッキに入るカードって結局強いんですよね。もうその単体としてね。っていうね、ちょっとズルカードぐらいまで強くなっちゃったんだよね。さあ今回大体 2.6 ホグと、施設も取り根もないんで、ちょっとホグライダーのボーイがね、ちょっと大変なんですけど、まあ、気合でなんとかしていこうやっていう、さあコウモリぶっ壊れてます。で、あと、ウッド持ってるんで、まあ、吹き矢も8枚からゴリゴリ出すぐらいでいいんじゃない？どうせウッド打たれるんでね。ああ、これ殴ります。はい、14レベル、チードです。で、まあ、これもね、気合で抑えたい。うん。なんなら完封しちゃいます。うい。いや、コスト使いすぎだと思うじゃん。これでいいのよ。はい。いやー、マジで。ユウの池、消えろ。いや、竹変われ。いやー、もうバグです。はい。このユウのバグ残ってます、今も。いや、つえー。バグやばいよな。いや、なんか仕様にするのかどうなのみたいな、こういろいろ話みたいなの出てますけど、どうなんだろうね。もうなんかわかんねえもん、ぶっちゃけ。うん、治るのか治らないか、正直なとこね。まあ治るとは思うんだけどね。さすがに勝手に仕様にしたらやばいもんだって。さあ今回レベル15の吹き矢を出す場面がないです出す場面がないんですけど、まあ、一旦なんとかね。うん。ちょっと頑張ってほしい。他のユニットたちに。よいしょ。うん。で、家の出しとかも使いながらね。いやー、一発入るのがね、マジで話が違う。さあ、ちょっと我慢も大事ですよ。一旦ね。一旦これ我慢です。いや、いい勢いですね。まあ、タゲが外れてます。逆サイフケアで、ちょっといい感じにね、ちょっかい出してあげたい。まあ、相手も絶対これね、ウッド使いたいんだよね。よいしょ。さあ、言うのが、どこに出しする？いや、耐える。いや、熱い。いや、マジ、いや、マジ、それはね、熱くね。ウッド使ったよ。あんつ、やってね。いや、待って。違う。いや、でも、熱いです、これ。いや、吹き矢そっち行くんじゃないよ。俺、絶対今。あ、でも、熱い。めっちゃ熱い。いろいろ熱い。え、これ、すべてが熱いはず、なんだよ。いや、いいよ。すべてが熱い。いや、これしゃしゃったな。これ絶対しゃしゃったな。いや、しゃしゃったぐらいがちょうどいいんじゃね？いや、いけるよ。熱い。で、ディガーからの、いや、これ絶対左サイドだったな。吹き矢。これディガーも抑えなきゃいけない。吹き矢も、一発、あ、見た、来た。これウッドで。おりゃ、大失敗。やばい。初登場でレベル15、秒でいかれたんだけど。マジか、ちょっとやばいぞ、これ。まあ、一応すべて何が来てもいいように、ん？俺の言うの無敵すぎん？ちょっと待って。言うのなんだ今。ちょっと待って。いろんなことが起きすぎててやばいんですけど、これちょっと一回もう決めに行きます。これ決まんなかったら結構やばいです。やばいよねって話なんだけど、決まるんだよね、これが。やばい。決まんない？ちょっと待って。やばい。待って、ファイボー。やばい。ウッド？やばい。リーガー？うわー、危ない、怖いかった。今、ウッドで落ちないと思ったけど、なんで落ちたの？ウッド100あるっけ？あります。いやー、怖かったですね。めっちゃ怖かったですね。まあ、なんか、今みたいななんかね、こう、高回転ウッドとかね、やっぱ吹き矢が刺さんないんでね。なんか、まあ、重量級か、まあ、なんか、いや、それはなんか、違う意味できつい。なんか、重量級または、なんだろう、ウッド持ってない相手とか引けるとね、熱いんだけど、いやー、あんた攻めすぎだよ。いやー、熱いよ、これ。吹き矢ね。ヒーバー！いや、
おいらの吹き矢は、あー、うん、今残るんかい。今の残ったら熱かったよな。もう今、トゥ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 ンで、あともう600、700ぐらい削ってたもんな。さあ、ラバルです。ラバルのヤナメザップかな。ハイボザップだったらいいなーと思いながら、多分ヤナメザップで、陸がババですね。なんで、まあ、しっかり攻めて、これにね、ババカマなんか出ると思うんす。あ、メガゴなの。いや、やだな、なんか。で、復帰矢でちょっと守りたいんだけど、スケドラ来るんで、結局のところ、控えめなね、控えめな感じでいきたい。で、ちょっとこう攻めます。攻めて、防衛コスト使わせたい。で、もう、こう守れないんで、僕。はい、こんな感じで攻めて、おっきっき。もう2-1プランです。ごっつ2-1プランです。で、これ復帰矢ね、エレスペースといい感じで延命したいな。いや、いけるいけるいける。ツンツンツン。レベル15だからね、君。レベル、おんま。何やってんだ。レベル15。やめるぞ、もう。一生15やらんぞ。わざわざ15にしてあげたのに。なんでだよ。さあ、ちょっと嫌なね。嫌な流れ。あ、待って、これ D がないっちゃ甘えた。まあでも、これはもう攻めます。はい。いや、なんなり。いやー、これ。もしかして、俺、キング行かれちまいます、これ。キング、行かれそうな香りがちょっとだけしてるんですけど、いや、これ耐えれますね、余裕で。吹き矢はね、舐めてもらっちゃ困るの。あんたさん、吹き矢15知らないでしょっていう話をね。はい。でね、秒で溶かします。で、これ回します。あんた、15の吹き矢見たことないでしょって話なのよ。15だからね、あんた、うちは。うちは15なのよっていう。いや、余裕。いや、すごい。キモい。ちょっと待って。多すぎてキモい。言うので行きながらね。いや、これやばくない？この吹き矢のさ、なんか配置というかさ、なんか、いや、なんか、おもろ。いや、でも普通に守られたな。まあでも俺も守れるからね。こうなってしまえば。さあ、相手の勝ち筋、キング来るぐらいか。さあ、キング来ますね。もう秒で行きます。はい、秒とかし。で、ここで攻めちゃいます。で、LSP からの、もう一回吹き矢です。吹き矢ね、三つ子ですとか言うて。さあ、いや、いいね。多分気づかないところで15個で頑張ってます。オーケー。さあ、ゴーストも殴ってるんでね。最後、キングも降りに行ける。この吹き矢の並び、かわいいね。あんま見ることないよね。さあ、ナイス。いやー、まあ、あれがファイブだったらもうね、美味しいっすね。嫌だったらちょっと怖かったけど。まあ、ラバルに勝てたのは、まあまあ、熱いっすね。まあ、意外と空強いからな、これ。吹き矢コウモリいて。ミラーで吹き矢出せるっていうのがやばいよね。さあ、というわけで、まあ、一旦ディガーかゴーストか言うのか、まあ、どれでもいいんですけど、まあ、どれかで受けていきましょう。さあ、今回のエンドはタルババと。いや、吹き矢あるからな。スケラとかでも熱いな。スケラとかでも、受けるね。まあ、突進させたくないよねって。いや、それ、すれ違い通信だって。まあまあまあ、さあ、アチャクイタルババ、メガラムとかかな。うわぁ、それ嫌だなぁ。マジで嫌いだなぁ、その。そのトルネね、やばいっすよね。いいトルネすぎるんだよなぁ。いや、なんだこれ、ゴーストは着衣？いや、結構レアっすね。結構レアっすね。いや、ゴースト俺か。あ、タルア着衣ベビー。まあ、遅延スケラゴレエレジャイですね。あ、やばいこれ。もしかして察したかもしんない、俺。あ、しかもこれ、バグ直ってねえから突進が。まあ、これやばいっす。わかりました。エレス。これ、あなた絶対エレしかねえよ、これ。エレだ。絶対エレだ、これ。さあ、ちょっとダメージ稼ぎたいよね。いや、めっちゃいいの追加、これ。天才じゃない？いやー、ね、吹き矢がな、頑張ってほしいな。いやー、これ入れねえか。これ入らない、ちょっと今、辛いな。あ、でも結構、こう入った方か。いや、怖え、これ。ワンパンされます。これ、マジでやばいわ。まあ、吹き矢ミラーで、ガチで耐える。ガチで耐える。多分吹き矢ミラーゴースト、いや、耐えれるけど、形変わると死ぬな。ガチで死ぬ。あ、ゴレか。いや、ゴレなら、ちょっと話は変わって助かる。エレジェイだと思ってたんだよね、今。いや、しかもこれ、U の拾える。あっちー。あっちー。いや、これ相手捨てたな。さあ、これでも戦える俺。ちょっと待って。無理だよ。ちょっと待って。これ無理じゃない？って思うのがダメなんですよね。
無理じゃないって思わなければ余裕で守れちゃうんですよね。いや守れないっす。やべえ、14ベビーやべえ、やべえよ。こんなところで、こんなところでのんびりしてたくないのに、結構ゴリゴリ攻めたいのに。一回守ります。一回守って、いい感じにしたいっすね。やっぱやべえ、マジでガチでやべえ、笑えん。いやはりやべえ、バケモンがいるあのドラゴンバケモンなんだけど。いやコウモリ頑張れ。いやなんかもう一体バケモン来たんだけど。いやでも意外となんとかなってる。うん、いやなんとかなってるな意外と。いやしかもダメ、いや残ったな、あっち。問題はこっからだよな。絶対これなんか来るんで一旦ステイいやディガーの位置がさ、俺下手なんだな、さっきからなんか。さあゴースト攻めながら、うん、釣れてないそれ。いや頑張れるよ、ディガーでちょっと削っていきます。これ守れるんでね。でなんだゴーストでも攻めていきます。いや、つやつやつ。めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる、コウモリ。コウモリめっちゃ頑張ってる。守りすぎない。守りすぎない、大事。守りすぎない、大事。守りすぎない、大事。ウッドミラーしたくなるな、これ。ウッドミラーしたくなんな。ウッドミラーしたくなんな。いや、一回ディガーミラー。一回ディガーミラー。一回ディガーミラー。早く早く早く。早く早く。からの。からの ?U に。いや、めっちゃ取るねー。いやー、でも、14ディガー、ナイス。ふやぶね、これはね、LJ だったら終わってましたね。マジでゴレでよかったわ。ね。ゴレでよかった。ナイスー。さあ、結構勝ててるからな。ね。いい感じ。思ったより勝ててる。さあ、よろしく。まあ、何がきついんだろうな。なんか、ウッドザップとか引かなければ、意外と、こういう公開典型が嫌ですね。ゴブドリカホグか、みたいなところはありますけど、さあ、ブーちゃんです、ブーちゃん。あ、これ、クエイクデリウッドの、ロイホグですね。まあ、左にゴースト側にデリーが来るみたいな。そんな感じじゃないのか。で、ユーナの受けに好きか。いやー、つら。つらいなぁ。まあ、ウッドミラーかな俺の頑張りどこは。そんな気がしてます。よいしょ。さあ、時間稼いで。いや、痛えなぁ。まあ、コウモリは、まあ、ファイスピまたはデリでと。で、吹き矢はウッドでと。で、まあ、結構行かれちゃうんで、しかもこの豚がね、意外と入っちゃうからね。まあ、一旦休養するしかないと。スター我慢。からの、これ多分デリバリーで受けてくるんで、そのデリを潰すユーノです。こうすると、すべてがええ感じになって、相手積みます。で、コウモリ追加これ終わります。デリもファイスピも使ったんで、落ちたんじゃね?いや、つい。問題はね、食べれるかどうかっていう。これ多分1700さ、守れんのか?いや、ウッドミラーするしかないですね、味。ウッド結構火力あるんでね、意外と。さあ、一旦耐えます。一旦耐える。いや、しかもこれ無視してくれたら熱いな。ちょっと一瞬だけ取ろうかな。いや、これやべえ。圧着やべえ。いや、いいタイミングのスキル来た。ちょっと待って、やめて。やめて。いや、これもう削りにいっちゃおう。ファイスピ?あー、負け。うわー、いってー。こうなるとやばいな。ブーちゃんがさ、止まんねえんだ。ブーちゃん止まんねえからな、マジ。しかもなんか吹き矢を警戒してるようだね。やべえな。まあ、ゴーストと意外と頑張れるんだけどね。あちゃくい。よいしょ。いや、惜しい惜しい惜しい。まあ、どう削っていくかよね、俺がこっから。いや、熱いよ、これでもいろいろ。いろいろ熱いよ。いろいろ熱いんだけど、いやー、きついなー。これ多分、あんま攻めない方がいいな。ウッド削りで勝つ?ウッド削りで勝てるかな?そんな甘くねえか。いや、ウッド削りで勝つぐらいの気持ちでいかないと、相手ね、あれ削りがあるんでね。クエイク削りが。いや、うめえやん、ちゃんと。ちょっと待って。
いや、ちゃんとうめえのやべえな。これマジアチャで犬来てやれ。これやべえな。結構詰んでんな、俺。勝ち筋がさ、ほぼねえ。まあ、ほぼねえけど、ゼロでもねえ。一旦ね。やべえ、これ。マジ吐きそうになってくんな、こんな。こんなやばいよね、マジ。ガチで吐きそうになるよな。いや、低めコンボでも最強なんだね。いや、マッチ多いって、絶対、それ。多すぎるでしょ。いや、守れちゃうんだよね、ウッド強すぎて。復帰は残んねえもんな。いや、熱い。意外と頑張ってる。よしよし、ディガーが最強の位置いる。いや、着で拾ってくんのか。さあ、いや、マジでワンチャンあるよな。これ、ユーノ走らせます。いや、めっちゃいいスキルじゃない？そのユーノ走ってくるタイミングぐらいの。いや、これやべえな。いや、マジで気合で来てんだけど。そう、簡単には入らぬな。いや、惜しかったな。これはもうしょうがねえな。限界なのか、これが。いや、マジさ、真ん中いうのも狙っても無理だしさ。あー、すべてが拾われる。これがクソ相性か。俺のこの勝ち筋は吹き矢ミラー、真ん中直行きそうだな。いや、マジでワンチャン。いやー、ワンチャンのワンもねえやんけ。ワンチャンもワンもねえやんけ。いや、頑張ったんだけどな。まあ、頑張っただけっていう所詮。いやー、頭下ろせたくないけど、落ちるんかい。まあ、これは、序盤一本折っただけで、俺がすごいで許そう。うん、よくやった、俺。てか、今の相手、前シーズン世界二桁フィニッシュでしたわ。はい。やばかったわ。普通に仕上がってるというか、うまいやつでしたね。うまかったもんな。後半の追い上げが。まあでも、序盤取っちゃったからなーっていうのも考えながら、やっぱすっきゃねー。わかる。オプティバね。さあ、ゴーストです。まあ、ペッカとか、これ、着衣か。マジアチだと思った。マジアチはね、あれなんですよ。2発で行きちゃうんですよね。ウッド2発で飛ぶんですよ、マジアチは。皆さん、覚えてた方がいいですよ。いや、俺の吹きは弱え。よいしょ。さあ、マジアチは、まあ、ウッドで普通に死にますけど、ウッドミラーでも、まあ、やれます。まあ、一緒か。強化されてないウッドミラーでも、ウッドでもやれますっていうね。さあ、というわけで、まあ、ペッカ工場の圧着言い方かな今んとこ。そんな気がしますが。これ多分言うのね、なんかバグって変なことなんだよな、これ。いや、マジ、一回ウッド入れてきます。マジさ、でもやばいんだね。あ、俺の言うのだけこうなんでやねんっていう。さあ、バグゲーです。バグロアです。まあ、そらしょうがない。いつか治ります。運営さんも今大変なんだ。さあ、うん。まあ、低めゴーストと、まあ、なんか、ええ感じにね、できればね。よいしょ。よい。からの？これ、なんか受けてくる。あと、吹きはこの絶対きつそうだな、あと。あー、ユニット受けか。なんか、ええ感じになんか刺さらんか？いや、言うの、それ絶対走れる距離やろ、お前。絶対サボったな、今。さあ、吹きやが今回は活躍しそうですね、でも、ペッカ工場なんで。まあ、コウモリザップで行かれるとかは、まあ、しゃあないし、これ、ケツペ来たらその瞬間多分終われます。ケツペ来い。ああ、来ないか。ケツペ来たら結構ね、刺さると思うんだよね。いや、しかもゴースト刺さってるわ。いいの？まあ、あれ許容しながらかな。いや、これ吹き矢ミラー出してえな。吹き矢ミラー出してんだけど、いや、出します。出して、よいしょ。さあ、耐える。いや、熱いよ。しかも、これ、吹き矢が削っていく。いや、削ってほしかったな。ボディがしちゃおう。いや、吹き矢15頑張ってるよ。ふう。いや、でも、アドがちょっと良くねえな。ザッパるからな、このコウモリに。
よいしょ。いや、痛え。俺どうやったらこれダメージ差つくかな。考えながら。まあ、右と左でこの許容できるのがやっぱ全然違うんだね。いつか許容しなきゃいけない。と、ぶっぽしなきゃいけない時が来る。男はいつだってね、ぶっぽしなきゃいけない時が来るんですよ。まあまあ、多少入るか。まあ悪くないんじゃない？いや、コウモリ強っ。壊れてんな。いや、コウモリ強っ。壊れてんな。あれ、今ディガー組み合わせたら熱かったな。さあ、ダメージもちょっと追いついたぞ。ウッドで削る。いやー、いいぞ。結構いいね。さあ、問題はここのね、受けから行くときはちょっと大変なんだよね。相手がファイブかなんかポイズンなんかとか何も出てないしね。さあ、ちょっといい感じに耐えたい。いや、いい。いい耐えしてる。いい耐えしてるよ。で、残った、いや、これでもエレキで踏まれんな、これ絶対。いや、でもいい。それならいい。このコースあと許容できます。許容の言うので受ける。いや、吹山、熱い。それなんかめっちゃ入ってる、今。やばい、それはちょっとやばい。かぶったな。いや、でもウッドで。あ、待って、ウッド。待って、俺なんか違う。俺の持ってるの違う。今、2周目ウッドだった。いや、まあいいか。結果的にいい。吹き矢が散らばってるし。結果的にいい。いや、怖え。マジで怖すぎる。怖すぎる。死にそう。あぶねえ。ふ、怖えよ。怖えよ。勝ってるよ。勝ってるけど怖えよ。さあ、怖いね。これは怖いね。もう、イモります。あ、これ相手も諦めの決別じゃない？いや、でけえ。いや、マジで。頑張ってたね。吹き矢の15が、ペッカとかすなり、とりあえずよくわかんないけど頑張ってました。こいつらのおかげです。よくやった、吹き矢。いや、いいね。相手、ハイボザップとかだとマジで吹き矢ゲーでしたね。さあ、ナイスでございます。やっぱ、すっきゃんなぁ。吹き矢ゴブリ。はい、というわけで吹き矢ミラーね、やったんですけど、まあ、まあ、多分強かった。なんか、そんなわかんない、わかんないっちゃわかんないけど、結局吹き矢が強いことはもう分かったんで、14でも15でもね、ちょっと皆さんもね、ちょっと気になった方いれば、ぜひね、このデッキ、使ってみてください。またね、なんか他のミラーとかもね、ちょっとやれたらなと思いますので、ぜひそちらもお楽しみください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんでした。